この度の忍さんの誕生日、僕たちが係になったみたいなんですが、どうしますか？おい富岡、お前この間感動時にお祝いしてもらってたとか言ってたな。俺はあの日甘露寺を誘って甘宮に行こうとしていたんだ。甘露寺は自ら祝いたいと親方様に名乗り出たそうだぞ。くだらない妄言を吐き散らかすな。どんなことをして甘露寺にお祝いさせた？さあ言え富岡。なんとか言ったらどうなんだ富岡。胡蝶の誕生日会、一番大変な飾り付け俺が担当する。それでいいかいグロ？分かった、俺はケーキを買ってくる。じゃあ僕はお花を買ってきます。富岡、俺と時藤が戻る頃には部屋の飾り付け終わらせておくようにな。なんだっけ、僕何買うんだったっけ。まあいいか。さて飾り付けか。こっちゃん、よし、あとは飾り付けだな。完璧だ。ふざけるな富岡、おでめになってるじゃないか。どうする富岡、どう落とし前をつける？校長が入ってきてしまった。どうする富岡。これはこれで良かったんじゃないですか。忍さん喜んでるみたいですよ。喜んでいるならそれでいい。俺は甘露寺を呼んでくる。胡蝶じゃなくて忍って書いてくださったんですか。ああいや長かったから。ああそうですか。たった一文字だと思うんですけどね。私はてっきり富岡さんの心の声が現れたのかなって、うっかりでした。う、あ、校長、忍、お誕生日おでめと。富岡さん、おでめ等になってますよ。富岡さん、ありがとうございます。あ、こら、くっつくな。いいじゃないですか、富岡さん、今日は私のお誕生日なんですよ。富岡さん、こちょ、富岡さん、富岡さん、ツンツンツン、富岡さん、ツンツンツン、富岡さん。今はやめてくれ。ツンツンツン、富岡さん、ツンツンツン、富岡さん。